なんか大宮校の特徴っていうのもみんなすっごく仲が良くて、うん、先生と生徒もみんな仲が良くて明るい皆さん今日は元気ですか？キュンスタ。どうも声優漫画家専攻特待生の長谷川アレナです。そしてどうも e スポーツカレッジ専攻の特待生の上田未来です。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね大宮校に来てるんですよ、ヒューマンアカデミーの。で早速今回は校内をちょっと探検してみたいなというふうに思います。レッツゴーヒュースタ。こんにちは。こんにちは。さあ自己紹介よろしいですか？ヒューマンアカデミー大宮校パフォーミングアーツカレッジ2年大場美雪です。はい。でヒューマンアカデミー大宮校パフォーミングアーツカレッジ太田龍之介です。はい、よろしくお願いします。今回初めて大宮校に来たので案内していただいてもよろしいですか？はい、わかりました。ぜひお願いします。はい、まずここが受付になります。はい。で後ろに先生たちの職員室、はい、みたいな感じになっています。美女ばっか。本当に綺麗な方がいっぱいなんです。いやーかわいい。ここにナレーションブースとミキサールームがあるんですけど、ここで主にどういったことをやるんですか？主にナレーション。まあそうですよね、すいません。ナレーションですよね。はい、はい、ここで実際ナレーションを取ったりとかしたことはあるんですか？まだここではないんですけれども、はい、授業がなくて、自主練でここで使ったりとかはしたりしてます。なるほど、ありがとうございます。はい、ではちょっと案内を。はい、はい、お願いします。こちらが、パフォーミングアーツカレッジで主に使っているスタジオになります。失礼します。よーい、フリーク。主にここで演技の授業とか、はい、ボイトレとか大体ここの教室を使って授業をしていて、はい、で真ん中が区切られるようになっているので、2つに分けて違うクラスずつで使ったりもしたりしてます。1クラス何人ぐらいなんですか？1クラス大体20人弱ぐらい。結構たくさんですね。なるほど。今あのこのご時世あちょっと密になるのを避けるのに、はい、クラスを半分に分けて違う教室でリモートを使ったりして授業もやったりしてます。なるほど、ちゃんと対策もして授業をやってるんですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次次よー。はーい。おっ、ゆめちゃんがテンション上がるんじゃない？すげーマジで。こっちが e スポーツが主に使っている教室ですね。はい、失礼します。マジすげー、空気がマジで羨ましいんです。あの秋葉原校のところも見たんですけど、うんうん、同じなんですけど、やっぱこの椅子がゲーミングチェアが AK レーシングっていう、うん、ここのメーカーの椅子マジで良くて、リクライニングだっけ、うん、でも180度なるんですよ、うんうん、こんなあるってなると私ここで寝ちゃいます、授業中。いいよ、受けて。いいなマジで。で一番奥にすっごいでっかいテレビがあって、ライブ授業とかで全国の校舎とつながって授業を受けたりする時にもこのテレビを使ってます。すごい。ちなみに今回ってみたんですけど、はい、2人の出身地って聞いてもいいですか？あ、私は群馬県出身です。え、はい、僕は埼玉県出身です。あ埼玉県と群馬県、はい、どうしてこの高校を選んだんですか？一番は群馬に今も住んでいてそこから通っているんですけど、そこから東京に行くより大宮の方が近くて、学校の制度とかも自分と合っているなっていう部分もあったのでここを選びました。なるほど。太田さんは？僕は個人面談受けた時に全然緊張することもなく面談を受けることができて、なんかここだったらすごい入って自分が成長できるなと思って、うん、ヒューマンアカデミーを選びました。なるほど。なんか大宮校の特徴っていうのもあったりするんですかね？みんなすっごく仲が良くて、うん、先生と生徒もみんな仲が良くてアットホームな環境なので、うん、すごく授業をしていて楽しいなっていうのが特徴だなって思います。確かにちょっと感じました、本当に。大宮で声優とか、うんうん、その e スポーツ学べるのがここしかない。そうですね、なんか埼玉県内ではこういろいろなことを学べる学校はヒューマンアカデミーだけだそうです。今あのカレッジを他にもあるっていう今お伺いしたんですけど、はい、
ここ以外にもあるんですか？近くにもう一つ校舎があって、はい、そっちにもいろいろなカレッジの教室があります。じゃあちょっと案内していただいてもいいですか？はい。はい。行きましょう。はい。ヒュースタ。はい、やってまいりました。イエーイ。ちょっとここの説明をしていただいてもよろしいですか？はい。こっちの教室は主に漫画、イラストカレッジ、うん、デザインカレッジ、うん、ゲームカレッジ、IT カレッジが使っている教室ですね。たくさんですね、はい、では早速ちょっと回ってみたいなと思います。はい、はい、ここは割と広い教室。本当だになります。すごい、いっぱい。ここまさかいろんな科が使うんですね。そうですね。なるほど、いっぱいある。うわ、本当だ、すごい。こっちも D 教室。すごい、明るい。明るい。白で明るいですよね。ここもここも教室です、たくさん、本当教室ばっか。教室がたくさん。ここも教室。本当だ。はーい、座ってください。ソーシャルディスタンスは守ってくださいね。はい、アイナちゃんと開けて。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。今日一度大きな声で挨拶お願いします。おはようございます。おはようございます。はい、よくできました。皆さん今日は元気ですか？元気です。あれ、未来ちゃん元気ないね。元気です。本当にもうもっと元気。そんな先生は嫌だをやりました。ありがとう、付き合ってくれてありがとうございます。こんな感じでね、まあ、もっとちゃんと授業はしてると思うんですけど。はい、楽しかったな。ヒュースタ。はい、ということで周り終えました。ありがとうございます。紹介たくさんしてくださって、すっごく広いですね。たくさん教室もあって、先ほどね、あの先生との距離もすごくアットホームだっておっしゃっていて、受付の本当女性群、マスク越しでも分かる笑顔本当に朝からね、やっぱああいう素敵な顔見ると頑張ろうって思うし、今この教室もね本当に白くてねすごくね眩しいんですけど、テンション上がります。めちゃくちゃ目が覚めました。ということでね、ということっていうのもおかしいんですけど、未来ちゃんいかがでした？いや本当にすごいです。なんか学校っていうよりなんか会社みたいな、うん、そうだね。なんか広いし部屋いっぱいあるし、うんうん、これは行きたくなります ね、 ね、はい、海箱いいね、うん、はい、じゃあまたちょっと機会があれば来てみたいなというふうに思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではこの動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。